皆さんこんにちは、バズスタジオのパーソナリティあゆえちあきです。今回バズスタメンバーで年賀状を書いてリスナーさんにプレゼントという企画で、ミキマルの次は私ということでですね、まあ、バズスタメンバーの中で、絵心がある方のあゆえちあきのハガキということで、ちょっと期待大なんじゃないかなと思います。正月といえばと、今年一番流行ったトレンドのものも込みで書きたいと思います。お楽しみに、今から書きたいと思います。ハッピーニューイヤーのそばちゃん、ニューのスペルを言ってください。Y-E-A-R お正月といえば お餅、うん、あ、お餅ね、いいですね。おせち、カニ、カニ行こう。 OK、 ここで今 FM 横浜のスタジオ内なので、パーソナリティさんがいらっしゃってですね、顔映ってないです。ちょうどこのシルエットは誰だ。俺だ。シルエット誰誰この人。石川翔一郎さんです。金曜日ブラックやってます。ありがとうございます、はい、順調に痩せられてるそうで。そうなんですよ、本当に順調に痩せてましてね、はい、ちょっとまあYouTube 上見せられないんですけれども、腹筋もバキバキですし。あ、本当ですか。はい。あら。そう、もうシュッとしましたよ。焦るんですか。焦ない。あのね、本当に一生懸命走ると足とかは平気なんですけど、はい、何が一番辛いかというと、ちっ特にこっちの、特にこっちの方が。わからん。すみません、ちょっと。ちょっとオンエアありますんで忙しいんで、はい、この辺で大丈夫ですか。ありがとうございます。石川さん、ありがとうございます。できました。じゃん。ですね、今年は鬼滅の刃が社会現象的に流行ったということで、禰豆子の体で千鶴子叩かれちゃう。私です。はい、こんな感じです。今から色をつけていきたいと思います。さあ、整いました。じゃーん、綺麗に色塗れました。よかったら笑ってください。メールとスラジお待ちしておりますというわけで、今年ですね、1年間、バズスタジオを通して FM 横浜でいろいろ YouTube の撮影とかできたり、あの放送でも皆さんとね絡むことができたり、とても楽しい1年でした。来年も明るく楽しく元気よく、頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。あゆえちあきでした。